ロロ君、あなたが一番乗りなのね。早めに来てくれて嬉しいわ。変だな。少なくともユリはもう来てると思ってたんだが。モニカは小冊子を教室の机一つ一つの上に並べている。おそらく俺たちが発表する詩が載っているのだろう。結局俺はモニカが好きそうな詩を適当にネットから見つけてきてそれを提出した。だから俺はそれを発表することになっている。さよりと一緒に来ると思ってたんだけど、意外ね。あいつまた寝坊しちまって、あのバカ。今日は大事な文化祭の日なんだし、ちょっとは頑張ると思ったんだけどな。そう口に出してさゆりが昨日言っていたことを思い出した。そして彼女にとってはそう単純な問題ではないことに気づき、ひどい罪悪感に苛まれ。俺はただいつもそういう風に捉えていたからそう発言してしまったのだ。まあ、見えやん部分ってあるもんな。でも、もしかしたら起こしに行った方が良かったのだろうか。ふふ。ロロ君はもうちょっと責任を持った方がいいかもしれないわ。昨日あんなやりとりを交わしたばかりなのに。今朝まであの子を宙ぶらりにさせちゃって。やりとり？モニカ、まさかお前知ってるのか？もちろんよ。なんて言ったってこの文芸部の部長なんだから。でも、恥ずかしくなって言葉に詰まってしまう。さよりはもうモニカに言ったのか。どうやって彼女を振ったのかも。そうだとしたら俺はかなり悪い立場にいることになる。でもあいつにとって何が最善かは俺が一番知っているはずだ。それでも全部知ってるわけじゃないよな。なら、心配しないで。あなたが思ってるよりいろいろ知ってるのよ、私。怖いな、モニカ。え？てか BGM ないのも怖いな。いつものように気さくなモニカだが、その言葉を聞いてなぜか背筋が寒くなった。ね。パンフレットを確認しない？とってもいい感じに仕上がったから。ああ、そうするよ。机にある小冊子を一部取る。ほんとだ、いい感じだ。これならみんなもっとこの部活のことを真剣に見てくれるだろうな。ええ、私もそう思うわ。ページをパラパラとめくっている。それぞれのメンバーの詩がまるでプロの仕事のような鮮やかさで印刷されている。おー、業者に頼んだのかな。夏樹とゆりの詩は二人が練習の時に読んだものと同じみたいだ。ん？なんだこれ。俺はさよりのページを開いた。そこには彼女が練習で読んでいたものとは違う詩が載っていた。それに俺が今まで読んだことのない。怖っ。私の頭から出ていけ。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 怖っ。何？あなたにとって一番のことをしてしまう前に私の頭から出ていけ。あの子に言われたことを全部聞いてしまう前に、あなたへの愛を見せてしまう前に、この詩を書き終えてしまう前に、だけど詩を本当の終わりなんてない。動きを止めるだけ。病みすぎじゃない？さよりな、これはなんだ？この詩を読むととても胸がざわつく。ロロ君、どうかしたの？いや、なんでも。この詩はどう考えてもいつものさよりの詩と何もかも違っている。だがそれよりも、ごめん、ちょっと気が変わった。やっぱりさよりのこと迎えに行ってくるから。あー、わかったわ。あんまり遅くならないでね。俺は急いで教室から出た。無理しないでね。モニカが呼びかけるのが聞こえる。どんどんペースを上げていく。俺は何を考えていたんだ。もう少しさよりのために頑張るべきだった。あいつを待つことや朝起こしてやることなんて簡単なことじゃないか。単に一緒に学校に行くだけでもさよりは幸せになるのに。しかも、俺はつい昨日いつも通りの日常を共に過ごすとあいつに言ったばかりじゃないか。彼女にはそれが必要で、俺もそうしてやりたかった。俺はさよりの家についてドアをノックした。電話にも出ていないから返事がないのも当然だろう。昨日のようにドアを開けて入った。さより？あいつ本当にぐっすり寝てるな。唾を飲む。こんなことをしている自分が信じられない。彼女の家に上がり込んで起こすとか。彼氏がするようなことじゃないか。何にせよ、こうするのが正しい気がする。さよりの部屋の前に着いた俺はドアをノックした。さより、早く起きろよね、ボスケ。反応はない。こんな感じであいつの部屋には入りたくなかったんだが、なんだかプライバシーの侵害みたいじゃないか。でも他に選択はない。俺はゆっくりとドアを開ける。なんで？
いや、音楽怖いよ、この感じの。え、なに？なになに？なんかバグって？なんだよ、これ。なんなんだよ、これ。これは悪夢なのか？そうに違いない。こんなの現実じゃない。え、待って。モニカのさ、なんか、今朝までチューブラリンにさせて、みたいなこと言っとったやん。え、モニカは知っとったってこと？さよりがこういう状態になってるって。しかも今朝までってことは、もう昨日のもう晩から、この状態やったってこと？え、モニカなんなん？いや、モニカが怖い。こんなこと現実のはずがない。サヨリがこんなことするわけない。ほんの数日前まで何もかもいつも通りだったじゃないか。だからこそ今目の前に広がっている光景が信じられない。飽きそうになるのを必死にこらえる。つい昨日、ずっとそばにいてやるって言ったばかりなの。さよりの望みは分かってるから何も問題ないって言ったばかりなの。だったら、なんで？なんであいつはこんなことを？なんて俺は無力なんだ。俺は何を間違えたんだ？告白を受け入れなかったこと。それがあいつの心を壊してしまったんだ。あいつの苦悶の叫びが未だに耳の中に残る。さよりは本当に俺のことを必要としていたのに、なんであんなことをしてしまったんだ？なんて俺は自分勝手だったんだ。全部俺のせいじゃないか。どうすればこんなことにならなかったのか、頭の中で思考が駆け巡る。もし、もっと一緒に過ごしていたら、一緒に学校に行っていれば、そしてあいつが二人の関係から期待していたことをしてあげられたなら、どうすればこんなことには、こんなことにはならなかったはずだ。文芸部なんてもう知るか。文化祭なんてもう知るか。俺は一番の友達を失ったんだ。小さい頃からずっと一緒だった友達を。頼りは死んでしまったんだ。あいつを取り戻す方法なんて何もない。ゲームのようにリセットしてやり直すこともできやしないんだ。たった一度しかないチャンスだったのに、迂闊だったんだ。そして死ぬまでこの罪を背負っていくんだ。俺の人生なんか、頼りほどの価値はない。でもあいつがして欲しかったことができなかった。そして今、もう、取り戻すことはできない。絶対に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 。え？めちゃくちゃバッドエンドやん。なんかバグってるし、いや、バグってるさよりのとこ。え？これどう？え？新しいゲーム。え、むちゃくちゃバグってんのやけど。遠くから鬱陶しい女の子が宙に手を振りながら周囲の目を全く気にしない様子でこちらに走ってくる。彼女の名前はロニーロビンジョンや近所に住んでいる幼馴染だ。今友達にしたいとはとても思わないだろうが、それでもうまくいっているのは幼馴染だからだろう。え、どう、え、なこれ、え、こういうあれ設定な、これシステム上のあれ、本当にバグってんの？え、どういうことなの？いや、名前がバグってる。え、誰誰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 ？頼りではね、すごいバグってるよ。え？え、なんか、なんか事実改変されてない？え、女の子とどの部活に入る気もない。はあ、アニメ研究会。え、どうするんやろこれ。一人で勝手に文化部入るってこと？文芸部か。部活か。うん。え、これもうちょっと進め。ロロくん誰？え、誰？お、モニカ。バグり方が怖いな。
やっぱりね、ここで会えるとは思わなかったわ。てか、モニカが声、こいつ何を知ってんの？久しぶりよね。ああ、そうだな。なんか、人生2周目入ってんのやけど、事実改変されても、もう文芸部に入ることは確定な。種の花。それで、何をしに来たんだ？部活のための道具探し。画用紙か。マーカーとか。ディベート部。そうだったけど、ディベート部はやめたの。本当に？やめたのか。うん。正直に言うと、大きな部内政治にもううんざりだったの。予算か宣伝かイベントのことしか話してない気がしてね。そんなことをしてるより、自分が好きなものを通して特別な何かを作りたかったの。じゃあ、どの部活に入ることにしたんだ？実は新しい部活を始めたの。文芸部よ。おっと、ノイズが？文芸？なんというか、退屈そう。部員は何人ぐらいいるんだ？言うのもちょっと恥ずかしいんだけど、まだ3人だけなの。あんまり面白くなさそうな響きだし、新しい部員を見つけるのもなかなか難しいのよ。まあそうだろうな。でも実際はとても面白いのよ。文学にもいろいろあって、読書、執筆、詩などなど。部員の中には部室に漫画コレクションを持ち込んでる人もいるのよ。待って、本当か？うん、おかしいでしょ。あの子はいつも漫画は文学だって言い張るの。私も彼女が間違ってるとは思わないけど、それに部員は部員でしょ。今彼女って言った。ほう。ねえ、ロロ君、もしかしてあなた入部する部活を探していたりしない？ああ、まあそうだけど。それならちょっとお願いしちゃってもいいかしら。入部しろとまで言わないけど、もしうちの部活を見学してくれたら嬉しいんだけど、どうかな？まあ特に断る理由もないか。いいよ、見学してみてもいいかな。わあ、やった。ロロ君、あなたってとてもいい人ね。こんなの大したことないから。それじゃあ行きましょうか。道具は別の時間に探しに行くわ。あなたの方が大切だもの。これは照れるな、こんな美人に言われると。というわけで俺はモニカとその笑顔に魂を売ったのだ。え、どうなんのやろ。こっから頼りおらん状態でストーリーまた最初から進んでくってこと？ただいま。それとお客さんも連れてきたわよ。ノイズ走んの怖いんやけど。お客さん？正気？男子連れてきたわけ？雰囲気ぶち壊しじゃない。夏希、そんなこと言わないの。とにかくロロ君、ようこそ文芸部へ。つい言葉を失ってしまった。この部活は最高に可愛い子だらけじゃないか。あんたはモニカの彼氏ってわけ？え？違う、そうじゃない。夏希ちゃん、1年生なのか。とにかくこの子が夏希、いつも元気いっぱいで、そしてがこっちがゆり、副部長なの。あ、ゆりが副部長になってんのか。二人ともよろしく。教室でロロ君に会ったから、彼、部活を見学することにしたの。とっても嬉しいじゃない？待って、モニカ。誰か新しい人を連れてくるときは私に教えてって言ったわよね。そいつが来ると分かったら私。ごめんごめん。忘れたわけじゃないの。彼とはたまたまそこで会ったから。それならせめてお茶でも出さないとですね。それじゃお願いするわね。ロロ君も座ったらどうかしら。机が並べられて作られたテーブルがある。ユリは教室の隅まで歩いていき、クローゼットを開け、その間にモニカと夏希はお互いに向かい合って座る。なんだか未だ気まずさを感じて、俺はとりあえずモニカの隣の席に座る。それであなたがここに来るつもここにここに来るつもりじゃなかったのは分かっているけど、でもあなたが居心地がいいって感じられるようにしてみせるから。文芸部の部長として部室を楽しくてワクワクするような場所にするのは私の義務だからね。それにしても部員が少ないことには驚いたよ。新しい部活を始めるのは大変だっただろうな。そうかもしれないわね。新しいことを始めることに興味がある人が多いわけではないから。文学みたいに興味を惹かれないものだと特にね。みんなに楽しくて価値のあるものだと思わせないといけないわけで、そうなると文化祭のようなイベントはさらに重要になってくるわけで、私が卒業するまでにはこの部をみんなでもっと大きくできる自信があるわ。かっこいいな、やっぱモニカ。ええ、
そうね。すごいな。逆によう、モニカ一人でこの二人集めてこれたな。教室にティーセット置いてるのか。大丈夫です。ちゃんと先生方の許可はいただいてますから。それに温かいお茶があると読書もはかどるでしょ。ああ、そうだな。そんなに怯えなくてもいいわ。ユリはただあなたの関心を引こうとしてるだけよ。そんなこと。私はただ、その…わかってるよ。まあ、お茶を飲みながらの読書は馴染みのない習慣だが、お茶は普通に好きだから。よかった。ロロさんは普段どんな本を読まれるんですか？ああ。いや、これ、ちゃんとどうなんやろ。さよりと月やってたら、ストーリー変わってたんかな。最初からやってももうバグってしもてるもんな。いや、ちょっとここら辺見たから軽く飛ばしていい？どうなるか。え、これさ、どうなんのやろこの先。ほら、読んでて。え、だってこっからさ、なんかなんやかんややって文化祭ってことやんな。これさよりおらんのやったらゆりとそのまま付き合えるんじゃないか。あ、また死の見せ合いね。入部するみたいなことね。あ、俺がいるんや絶対。え、もしかしてこれ周回するごとに一人ずつ消えてくとかないよな。なるほど。夏木、ゆり、モニカ3人ね。いやー、これは必ずや幸運を手にしてみせる。何これ、特別な詩を読めるようになりました。読みますか？読んでみましょう。今までで最高に幸せだというのに治療に行くなんて納得できない。私の化けの皮が剥がれて緊急治療室に連れて行かれてしまうまではずっとこのままでいたい。